ーレーダビッグソンの48です。このカラーリング非常に私好きです。おしゃれな色になりましたね。すごい。2021年モデルでございます。はい、48は、前からあるモデルではあるんですけども、その特徴をしっかりと踏襲はしていて、非常にローダウンな、そして、かなりエンジン周りブラックアウトされてるなっていうのが印象。そして、バーエンドミラーではなく、なんて言ったらいいんだろう、アンダーミラーっていうんですかねハンドルの下についているっていうミラーが非常におしゃれですよね。そして、なんといってもここフォワードコントロールステップ、フォアコンなんてみんな言いますけど、その位置がですね、結構やっぱり前だなって改めて、思いました。一回乗ってみましょう。まあ、普通のクラシックバイクなんかはこの辺にステップがあるところ、まあ30センチ近く前にステップがあるんですよね。その、影響もあって結構前傾姿勢にならざるを得ない。ハンドルもかなり低いので、こうやって背中こう丸まった感じで、ちょっとちょい悪な感じの雰囲気で、乗るといった感じです。かっこいい。これね、でもなかなか足ギリギリです。私で170センチぐらいないと、まあ、ちょっと乗るの厳しいかもしれないけど、まあここのフォワードの、コントロールステップをミッドコントロールステップに、カスタムする人も中にはいらっしゃるので、そうやってね48誰でも乗ることはできると思います。この小さなタンクがまたおしゃれですよね。またがると、わー、タンク細いね、かっこいいねって感じがします。この給油口のところにもハーレーダビッドソンの特印。私結構好きなのがこのシリーズでもあるこの V ツインのところから伸びるこのマフラー、シュッとしたこの純正マフラー、私結構好きです。こういう感じでエンジンガード、マフラーガードがちゃんとついているんですね。そしてシートはシングル、なんか一人を楽しむバイクのような雰囲気を醸し出しておりますよね。でこのエアクリーナーもコロンと可愛く丸くてブラックで塗装されてます。はい、じゃあメーター周りに。メーターは、一つのシンプルなメーターになっております。アナログの、物理メーター。下にちょっと液晶がありますね。これは昔からハーレー変わってないですね。キーレスですね。キーがないので、ここにキーを私今所持してるんですが、キーが近くにあると認識すれば、はい、こちらのスタートボタンで、はい、かかるという感じです。では試乗に行っていきたいと思います。あ、キーがないんだった。キーがないから洒落なバイクだなぁと改めて思いましたが、48の特徴はまずはじめにこのライディングポジションにあるなぁと思いました。低めにセットされたハンドル、そして足を前に投げ出したようなフォワードコントロールステップ、これにはね結構慣れてない人だときっとステップの位置をどこだって探してしまうほどだと思います。私が今までバイクに乗ってきて思うことは、乗車姿勢はほとんど慣れの問題だと思っています。人間工学に基づいた
誰しもが自然に乗れるポジションっていうのはあるにしても、私はまあセパハンのバイク5年ぐらい乗ってますが、乗り始めた時よりもだいぶ扱い方が分かってきたんですね。なので自分には合わないからこのバイクには乗らないっていう判断基準もいいかとは思いますが、この個性的なバイク、この一目惚れしたバイクにどうやったら自分は向き合っていけるか、寄り添っていけるかを考えてもいいのかなと、このバイクに乗って改めて思いました。今回動画を作るにあたってこのバイクのスペックを調べていたんですが、ハーレーの公式サイトになんと最高出力っていうのは公表してないんですよね。その代わりにトルクの数値が書いてあって、その意味がなんかわかるなといった感じでした。48に限らずですが、やはりハーレーは非常にトルクが太いので、発進時はアクセルを回さなくてもスルスルスルっと前へ押し出してくれる感覚、そして存在感のある V ツインサウンドが非常に気持ちよかったです。ブルー緑を混ぜたような南国の海のような色合い、ハーレージャケットショップ、控えめな書体で書かれております。非常に繊細さを感じるといったデザインだと思います。ミラーこういう風に低い位置にあるんですけども、意外と後方確認しやすいんですよね。まあ、ちょっと腕で隠れがちではありますが、まあ私からの視線だとこんな感じで、まあ後ろ見えてるんですよね。低い位置にはありますけど、あ、後ろどんな車が来てるかなっていう後方確認は意外とたやすくできます。ただいま乗っているバイクはハスクバーナのビットピレン、ビットピレンです。ビでもいいけどね。初めての感覚、なんじゃこりゃ。